このビリッツビデオチュートリアルへようこそ今日はオラクル EBS レポートを作成します開発のすべてのステップがどれだけ簡単かを示すことが目的です10分以内に完了することを目指しますでは始めましょうタイマーをここでスタートしてパソコンにログインしますブリッツレポートは選んだ一駅のメニューからアクセス可能ですここではトップ10に配置しました ブリッツレポートは従来通りの動詞実践リクエストとしても実行可能でスケジュール設定もできます。この開発者モードではレポートのセットアップ機能も使えます。私は一緒に名前を付けましょう。アイテム変更を追求いたします。ユーザーが数星を変更した時期を追求するのが目的です。 名前を少し記載しましょう要項に注意しますぜこいオラランクすウェイバージョンはスウェルジチャリティアテム選手レポートを書いていないためですぜひコメント簡単なレポートを作成します Select msib.e star from mtlsystemitemsb、uh, を書きます messy B M T L parameters M P。うん um, 次にこれらの、ティブルを結合する必要があります。Uh, ささっと片付けます。え、uh, え、organization I D equals M S I B。ここで一つ追加して確認します。 msib.star p そしして物資がないか確認します。m mtlparameters mph でこれで大丈夫そうです、えー。保存されました。ここでベージョン管理が行われます。 開発を進める中で環境間でエクスポート・インポート機能を活用できます。またディスカバリーや BI パブリッシャーからのレポートをインポートして開発を迅速化することも可能です。パラミスタに移るリアスラシャー倉庫を追加します。クレオシーコードです。シ 自分で指定したいからです。次にアイテムを追加します。これが追加するアイテムです。アイテム番号に特に興味があります。あ,じゃあここに一つ見えますね。既存のレポートパラメータを再利用するか、 自分で新しく作成することができます。1のリストを使用しているか、のリストを使用していますそして最後に行うのは、最終更新です。期間内に変更があったかどうかに興味があります。ここで再利用できるものが一つあります。 シャロンの再発明なんんてしません最終更新は2以内つまり MSIB の最終更新率がーツに増えないであることです。パラメータで指定した2数を引いたものです。ここではパラメータ設定で100としています。まだ時間はたっぷり。 あと6分24秒ですあ。プレッシャーを感じますね。では、これを保存して実行します。これをユーザーレベルで割り当てます。そして、このユーザーに割り当てます。面白いことに責任に割り当てたり、アプリケーションに割り当てたりもできますね。あカテゴリー分けもできるので、エンジニアティクスにこれを割り当てることができます。あーユーザーとしてカテゴリーで素早く検索したい場合、 すべてのレポートをカテゴリー分けすれば財務や中文管理などです。非常にシンプルなクエリーがありました。パラメーターが割り当てられ、オーケーが出たら、実行開始をクリックすると保留状態になります。 セイディスティアスサイキネスト完全にフォーマットされていて、すべてのデータタイプが認識されます。ここにアイテムがありますが、ここに移動するのが良いかもしれません。ID 列は入れたくないので、少し試しが必要です。レポートに戻ります。だからできることの一つは、ここにオプションがあるので、テンプレートを作成することができる。Uh, 新しいテンプレートを作成して、uh, 不要な列をダブルクリックするか、この時引きを使って送信できます、私はセグメントに興味があるんで、実際に送信できます、レポートの初めに表示し、これらをグループで非表示にすることもできる、だから、オラクルが提供する他の組成をすべて持ちたいわけではないでしょう。 これらはフレックスフィールドですのでフレックスフィールドを構成した場合、トーストのシェアゾナイクアイテムに対して行うのですが、ナチュラルポートにご指摘に付くような列を探すことができます。しかし、私はそうしません。ここにはセレクトスターをしたので、ほぼ完全な列のセットがあります。 SQL でこれを構築することもできますが、これは明らかに迅速な開発生態ですあ。そしてこれに名前を付けます。アイテムトラックの変更です。これをユーザーに割り当てます。彼らも自分のテンプレートを作成できることを知ってもらうためです。もちろん SQL にアクセスはできません。これで作成されました。あこれを閉じます。これを見るユーザーや、複数のメールユーザーに送信することもできます。 では、今すぐそれをおちゃいます。これで完了。それがスケジュールされると、処理値をカンマ区切りなどの矢となる形式で送信できます。デフォルトは Excel です。また、ここに係数制限を設けることも可能です。あ忙しい時間帯を避けるために、時間制限を設けることもできます。 いいですね。ここに大きな様を入力します。Uh, 実行してどうなるか見てみましょう、ね。これで列が移動し、より大きなレポートができているはずです。Uh, セグメント1がこちらに移動しました。r e 順調です。She, レポートはテストの準備ができました。設定に戻り、ベージョンを 入力してユーザー用とすることができます。ああ、エンスフォーシネビー環境に専業することもできます。Uh, ツールを使って Oracle BI Publisher のレポートをインポートできます。ディスカバ r レポートや一部の同時プログラムも取り込めます。す、uh, べてのパラメーターと割り当てを持ち込むことができます。 実際にエクスポートもできます。複雑なレポートを作成した後、一つの環境から別の環境にそれを移すことができます。なので実際に2クレオセントラルのサナンバです。 当然ご機嫌ここにもっと複雑な要素を加えることも可能です,ですですが今は過去数時間に起こった変更を追求できるレポートができましたそしてそれは非常に簡単に達成できましたデフォルトのパラメーターもいくつか設定しましたそうして順層がプロミスを構築することもできますデュオレはユーザーに割り当てられますユーザーはこのレベルになります ここを出てユーザーとしてログインする場合、今は数分かかるのでやりませんが、彼らはレポートをメンテ、テンプレートを割り当てて、再注文することができます。以上です。 Um, 時間通りに終了しました。まだ余裕があります。Uh, 質問があれば、n g e n e t i c s c o m をご覧ください。n g e n e t i c s の YouTube チャンネルには多くのアイデアがあります。タベスのチューニングや同時請求検診についてのブログや良いアイデアもあります。いや、そアら辺にしてください。ありがとうございました。